ようかな。まずは魅力を詰め込もうって決めた一着で我ながら可愛くできたな。ブランタンの衣装はヨウちゃんとルビーちゃんの力も借りて作ったんだよね。これもお気に入りだな。でもやっぱりミューズのライブって言ったらこれかな。ミューズ全員の個性に合わせて少しずつアレンジするのがいつも楽しいんだよね楽しくなってきちゃった。他の衣装も全部着ちゃおうっと。わ、着てたの？今回のライブでは何を着ようかなって今まで作ってきた衣装を見直してたんだ。ありがとう。大変なこともあるけどこれからも頑張りたいんだ。こうやって袖を通すだけで力をもらえる気がするんだ。大げさかもしれないけれど私にとって衣装は戦友みたいな感じ。でも一緒にいてくれたのは衣装だけじゃなくて、ううん、何でもない。そうだ、ちょっと失礼するね。ふむふむ、なるほど。あ、何でもないから気にしないでね。ライブ頑張るから私のことを応援してね。はあ、楽しかった。ライブ最高だったな。はあ、ありがとう。いい、頑張っちゃった。あなたと出会ってからいろいろなことに挑戦してきたからライブでもその成果を出したいと思ってたんだ。前は勇気が出なくて挑戦できないこともあったから、あなたにはたくさん勇気をもらったよ。これからもどんどん挑戦して私のことを見てくれる人たちにも勇気を届けられたら嬉しいな。私を勇気づけてくれたあなたがすごいんだよ。それからもう一つ勇気を出してあなたに伝えたいことがあるの。実はね、あなたへのプレゼントにシャツを作ってきたの。いつも私の力になってくれるあなたに今までの感謝とこれからも一緒だよな気持ちを込めて、この前は何度も体を触っちゃってごめんね。どうしてもあなたのサイズぴったりのシャツにしたかったから。私の気持ち受け取ってもらえる？ありがとう。私ね、あなたのことが